皆さんこんにちは。大家好。今天我们要来讲的是第四课日本料理的课后练习题。下面我们来讲书本第98页的第三大题，选择合适的词填空。我们先来看一下这些单词表示什么样的意思呢？見直す，重新来判断，重新来看。不正，非正义的，不好的。評価，评价。目がない，表示喜欢某一样东西，非常非常喜欢。締めくくり，结束。配置，配置。丸ごと，整个的。第一句，私はアルコールに目がなくて、しょっちゅう家内に叱られるんです。我非常喜欢喝酒，所以经常被我的妻子训斥。しょっちゅう指的是いつもの意思。第二句，披露宴の締めくくりは、両親へ花束を贈呈することと、新郎の父親と新郎の挨拶だった。婚宴是以下的形式而结束的。第一个是给父母双亲送上鲜花，还有新郎的父亲以及新郎的致辞。三、今回のことで彼の行動力を見直しました。通过这次事情，我们重新来审视了他的行动能力。4. 外見で人を評価するものではない。ものではない表示不可以。不可以以貌取人。5. 事故防止のため、工事現場に
管理技術者を配置しなければならない。为了防止事故的发生，在工地的现场必须要配备监督管理人员。6. オーブンでリンゴを丸ごとに焼いてお菓子を作った。我用烤箱把整个苹果来烤，烤完了以后呢，做成了好吃的糕点。7. 不正な手段方法により同業者の利益を害する競争は許されない。不允许通过不正当的手段和方法来做损害同业者利益的事情，这样的竞争是不被允许的。第二题依然是选词填空，但是要在平前、目前、以前、学前、学前的后面加上として，或者是加上としている来完成句子。1問題は依然として未解決のままだ。问题仍然没有得到了解决。2. 愕然としてどう答えたらいいかわからない。非常的吃惊，不知道该如何回答才好。3. 二人の主張の違いは愕然としている。两个人的主张是截然不同的。4. 何を言われても平然としてタバコをふかしている。不论别人说他什么，都不以为然的抽着烟。5. いくら聞かれても目前として答えない。不论别人怎么问，都保持沉默不回答。以上是对第三题的解释。请同学们翻到完成句子部分。第五大题的第四。なし。1. 親と言っても、許しなしに子供の部屋に入るのは良くないと思う。即使是父母没有得到小孩的许可，擅自的进入小孩的房间，这也是不好的。2. 皆様のご指示なしには、この厳しい選挙戦には勝ち抜けない。一票をぜひとも私に。这个ぜひとも是务必，无论如何。没有大家的支持，我不可能在如此严峻的选举中获胜，所以请大家无论如何投我一票。3. 法律なしには、個人もまた国家の独立もありえない。或者大家可以填、信頼なしで、個人もまた国家の独立もありえない。不论是个人还是国家的独立，如果没有法律或者是如果没有信赖的话，是无论如何也做不到的。用この暑さではクーラーなしでは過ごせません。这样的热的话，没有空调是没法过的。5. 外国人の場合は保証人なしには採用は難しい。或者用外国人の場合は面接なしには採用は難しい。如果是外国人的话，没有保证人或者没有面试的话是不能被录用的。第五，何の加名词加もなしに。父は何の理由もなしに私の要求を断った。爸爸没有任何理由的拒绝了我的要求。に、私に何の相談もなしに決めるなんてひどい。都不跟我商量一下的就擅自决定了。太过分了。三、何の目的もなしに旅に出ていくことも何回もあった。有好几次出去旅行，但旅行之前都是没有定好目的地的。这句话你可以填何の準備もなしに，没有任何准备就去了。4. 何の失敗もなしに人の首を切るなんて
そんな筋が通らないこともあるのか。没有任何错误就把别人开除的话，这是非常讲不通的。这里你也可以说何の理由もなしに，或者何の原因もなしに，没有任何理由，没有任何原因就把别人开除了，这件事情是说不通的。こともあるのか是一种反问，竟然有这样的事情吗？五、何の予告もなしに起こった地震だから、それだけに被害も大きかった。因为这次的地震是没有任何预测的，所以它的受灾程度非常严重。第六、カタワラ来完成句子。タイさんは会社で働く傍ら、夜アルバイトもしていた。小戴一边在公司上班，晚上还打工。に、私は大学で勉強する傍ら、演劇もやった。我一边在大学学习，一边还从事演艺事业。这里也可以填アルバイトしていた。我勤工俭学。三、彼女は子供を育てる傍ら、小説も書いている。他一边带孩子一边还在写小说。四、李さんは大学で勉強する傍ら、通訳も引き受けた。小李一边在大学学习一边还接了一些口译的工作。这句话跟第二句好像蛮像的。所以你可以加アルバイトもしている、演劇もやっている之类的都可以。五、あの店はタバコを売る傍ら、酒も売っています。那家店又卖香烟又卖酒。第七题，中翻日。第一题，已经提醒了好几次，可是依然有人把车停在这里。已经可以用すでに，提醒可以用注意する。好几次，何度も，可是可以用什么什么啊？顿号。依然有人依然依然として把车停在这里。ここに車を止める。整个句子连起来就是。すでに何度も注意したのに、依然として車をここに止める人がいる。第二题，报告评价说，关于抑制水污染的问题已经取得了部分成果，可是总体来说还处于无法控制的状态。引用什么什么报告，我们一般用什么什么によると这样一个句型。报告用レポート，也有用報告書，都可以。レポート呢更加偏口语一点。关于什么什么的问题，可以用について或者に関して，因为整个句子比较正式一点，因为是关于水污染，所以に関して会更好一些。水污染、水質汚染問題。这样呢，水質两个字、汚染两个字、問題两个字会比较的和谐。你如果直接用水汚染問題就会很奇怪，因为水是训读的，而汚染問題是音读的，就会感觉バランスが良くない。已经取得了部分成果。用ある程度成果は上がっている。成果を取る会觉得有点奇怪。总体来说，从总体来说，全体から見ると。或者全体から言うと，处于无法控制的状态。这句话提示大家一个どうにも。どうにもじゃない表示无法做某事。控制用的是一个来自英语的外来语コントロール。どうにもコントロールできない状態。整句话我们这样来说。レポートによると水質汚染問題に関して、すでに
ある程度成果は上がっているが、全体から見ると、これ全体から言うと、どうにもコントロールできない状態にある。如果你觉得这个句子太长，那么你可以在すでにある程度成果は上がっている后面加句号，然后しかし顿号或者是でも顿号全体から言うと，就变成两个句子，并不会特别特别的长。第三句，真希望这孩子无病无灾的长大，希望他幸福的过一生。这里提示大家一个用なしに，病就叫やまい，灾叫做わざわい。やまいもわざわいもなしに，成长，すくすくと成長する，表示是茁壮成长，或者写大きく成長し。度过幸福的一生，幸福幸せな一生，或者是幸福な一生都可以。希望願う，整个句子连起来我们可以这样翻，この子は病も災いもなしにすくすくと成長し幸せな一生が過ごせるように願っている。第四题，没有得到允许不能把图书馆的书带出去。没有得到允许，允许許可或者許し都可以，我们用許可比较好。图书馆的书，図書館の本，带出去，带着出去叫持ち出す，不可以，言葉できない。整句话，許可なしには図書館の本を持ち出すことはできない。第五题，在大家没有任何思想准备的情况下发生了问题，所以都慌得不知如何处理是好。思想准备的情况下，提供了一个気持ち上，准备準備，然后要用到一个是なんの加名词もなしに。那我们把刚才这个気持ち上の準備填进去，就是気持ち上で何の準備もなしに，发生的问题，発生した問題ので表示所以，大家都慌的，みんな慌てて，不知如何处理，どうすればいいかわからなかった。我们把这句话来说一下，気持ち上で何の準備もなしに発生した問題なので、みんな慌ててどうすればいいかわからなかった。第六，昨天的会议主要讨论了人事问题。昨天的会议，昨日の会議で，主要提供给大家了。主として，人事问题，人事問題，人事問題について語った，或者用話し合った，話し合う，大家互相聊了一会儿。昨日の会議では、主として人事問題について話し合った。沪江日本語新編クラスは、ただいま授業中。第七题，因为担心母亲的病，昨晚没有睡好。母亲的病，母の病気のこと，哦，担心，心配して，或者心配したので，昨晚没有睡好。ゆうべよく眠れなかった。整句话，母の病気のことを心配したので、ゆうべよく眠れなかった。第八题，他说的所谓幸福的人，是指有很多的钱和东西，拥有丰富物质生活的人。他说的什么什么とは什么什么のことだ，幸福的人就是幸せな人，或者是幸福な人。钱和东西，お金と物が多くて，丰富物质生活的人，
可以用豊かな生活をしている。这句话，彼が言ったいわゆる幸せな人とは、お金と物が多くて豊かな生活をしている人のことだ。第九题，不易消化的东西和刺激物要少吃一点。不易消化的、消化しにくい食べ物と刺激物は少なく取るように。您说的刺激物指的是，这里可以用我们之前讲的おっしゃった刺激物とは、おっしゃった，或者直接刺激物って。非常偏口语了，一个小刺一个贴，引用别人的话。强刺激的东西，刺激の強いもの，比如例えば烫的东西，熱いもの，辣的东西，辛いもの，像咖喱饭之类的暂时不要吃了。カレーライスのようなものはしばらく食べないように。我真是非常喜欢这些东西啊。用目がない。私はこういうものに目がないんです。我们再把第九句来说一下。消化しにくい食べ物と刺激物は少なく取るように。刺激物とは刺激の強いもの。例えば、熱いもの、辛いもの。カレーライスのようなものはしばらく食べないように。私はこういうものに目がないんです。第十题，如果供给少于需求的话，物价就会上涨。供给 QQ， 需求 needs。needs より供給が少ないならば、物価は上昇するでしょう。或者物価は上がるでしょう。所以要想抑制物价上扬，必须增加供应量，这才是解决问题的关键。に対して、抑制物价上扬叫物価上昇の抑制，增加供应量供給量を増やす。解决问题的关键問題解決の鍵。整句话我们再来说一下。ニーズより供給が少ないならば、物価は上がるでしょう。物価上昇の抑制に対しては、供給量を増やすことが問題解決の鍵である。第十一题。日本近海是一个富有多种生物的海域。日本近海、日本近海。多种生物、多種類の生物に富む、用に富む、多種類の生物に富む海域、海域。日本近海は多種類の生物に富む海域である。美丽的珊瑚礁、珊瑚礁、海豚、イルカ、都在这儿生息。美しい珊瑚礁やイルカなど、みんな、ここに生活している。整句话我们再来说一下。日本近海は多種類の生物に富む海域である。美しい珊瑚礁やイルカなど、みんなここに生活している。第十二题。对于他们来说、工作就是整个人生。可以用彼らにとっては、或者是彼らからすれば、都可以。彼らにとっては、仕事はつまり人生丸ごとと言える。在工作中感受友情、感受家人的爱、感受实现自我价值的愉悦。所以、友情和爱和楽しさ、或者喜び是并列的。我们可以这样说。仕事の中で友情と家族の愛と自分の価値を実現する時の楽しさを感じる。这是一些已经达到这样境界的人们。
これはすでに自己表現できた人たちだ。已经达到叫すでに。这样境界叫自己表现。整句话我们再来说一下。彼らにとっては、仕事はつまり人生丸ごとと言える。仕事の中で友情と家族の愛と自分の価値を実現する時の楽しさを感じる。これはすでに自己表現できた人たちだ。好，下面我们来看一下第八大题，日番中，他介绍了美味しい和うまい的区别。我们现在所了解的一般都是美味しい是女孩子说的，而うまい是男孩子说的。那么我们来看一下这篇文章想告诉我们些什么呢？現在、私たちは美味しいとうまいを全く同義語として使っています。现在我们把美味しい、うまい作为同义词来使用。このようなありきたりの言葉は改めて辞書を引く機会がないので、その違いを正しく理解している人は少ないと思います。ありきたり表示老生常谈、老一套。像这样常用的词语，人们没有去重新查阅字典的机会，因此知道两者之间区别的人就少之又少了。这里出现了一个人物叫大月文彦，大龟文彦是非常有名的一位语言学家。我们现在学的，比如说形容动词、形容词这种关于词类的分析呢，主要严惩的是桥本语法、哈西莫多的语法。大龟文彦跟桥本他们都是日本语言学界非常有名的人。那大龟文彦他写了一本大沿海、大沿海という辞書を見ると、我查阅了大龟文彦的大沿海这个词典，那里面有写着区别。他怎么写的呢？おいしいは、いしいという形容詞に接頭語のおがついてできた語で、石、また、石の字が当てられ、女言葉で、うまきをおいしいという、と書いてあります。书上是这样写的、おいしい是在形容词、石前面加上、接头词を、借用了汉字美、好。它的意思是、在女性用语中、把味道好叫做おいしい、也是我们现在在用的。女性用おいしい的比较多一点。那么来看一下うまい。うまいは、うまい、うまい、うまいの字が当てられ、その意味は、1、心、耳、目、口に感じて、はなはだよし。2、味、口によし、甘し。と書いてあります。那甘いな、他说他有两个意思。他借用的汉字呢是美、甘和止。他的意思第一个是内心、听觉、视觉、口感相当的不错。二、指的是味道非常的可口。つまり、天然の食材が手を加えなくても美味である場合を美味しいと言い。これに心が加わったものがうまいになるのです。天然の食材指的就是天然未加工的食品。那这种食品味道好的话叫做美味しい。在此基础上加上内心的感受便可以使用うまい。所以うまい偏重的是内心、听觉、视觉、口感。美味であるという点ではどちらも同じですが。在表示味道好的时候呢两者的用法是一致的。那有什么区别呢？うまいは人の手を加えて美味を作り出すという点で心の満足が得られるからでしょう。うまい有另一种用法，大概是从加工后的美味而得到心理上满足这个角度来的吧。そのままでは食べられない食材も調理加熱して食べる技術が進み。そのままでは食べられない是指
就是原材料直接是不能吃的。時期外れのものまで食べるようになったのが現代です。现代人呢，因为技术越来越高，所以可以品尝到很多原先因为季节差异而吃不到的食物。しかし、日本人の食には今でも素材そのものの持ち味を味わう伝統が受け継がれています。日本人至今还继承着喜欢食材原汁原味的这样的一种饮食传统。今でも表示即使现在。そのため因此、最近のように最近、海外で日本料理ブームが沸き起こるまで。直到最近、世界上掀起一股日式料理的风潮。日本は世界で最も料理技術の遅れた国だと言われてきたのです。之前、日本一直被称为世界上烹饪技术最落后的国家。因为大家在最近开始要崇尚一种吃天然食品的这样一种热潮。那么日本作为具有代表性的一种菜系的话，在全世界得到了认可，并且呢大家追捧起来。以上就是我们对第四课日本料理第八题日番中的解释。今天我们的课呢就上到这里，请大家去预习第五课 Kimono。それではこれで終わりにしましょう。皆さんお疲れ様です。